はい、妖怪ウォッチプニプニやっていきます。今回は朱雀を使ってみるのと超覚醒オロチをゲットしに行きたいと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。朱雀、朱雀は強いのかな。ああ、いつもの説明ね。まあデカポに作って壊すと、メモね。ああ、もうちょっとあるな。早速行ってみましょう。よいしょ。どう、あ、オフか。なんかよくわかんなかったな。はい、まあこれでやってみましたね。まあ朱雀デカポに最後作るみたいなんですけど、まあちょっと使ってみました。じゃあこれでちょっと進めていきましょうかね。うん、じゃあどんどん進めていきましょう。強いの多すぎて技難しいですよね。はい、じゃあオロチ、超覚醒オロチか、やってみましょう。闇エンマ、ハイパーミッチ技レベル1、スザク技レベル2、シュラコマ技レベル1、ハイザキだけ3か。これサブアカなんだけど、特殊を積んでゴー。さあ行きましょう。あ、なんか魚なんだね。6万、攻撃は992。まあ朱雀がいてハイパーミッチから97、かなりダメージダウン。これはいけるでしょうっていうね。デカプニで朱雀回復もあったな。まあね、今回ガシャのサブアカなんだけど、闇エンマと朱雀出てくるかもしれない。まあこいつらを育てつつ勝ちたいですね。99だもんな。ダメージ10分の1だよ。これ押すの忘れる。跳ね返りも14000。はい、ザキいけたね。まあさすがにサブアカでもこれだけ積んでればっていうか、弱えなこれ。サブアカの方がゲットできるな。じゃあゲットまでやっていきましょうか。今回はね、朱雀引ければいけるゲームだね。かけらか。かけらはこれでゲットできるんだ。なるほどね。かけらが、かけら落ちやすいな。
なるほど。はい、じゃあ10回目ぐらいかな。よーい、スタート。行ってみましょう。いいね。もうね、闇闇が育ってきたな。はい、まあでも本当に強い妖怪増えたよね。SSS もいっぱいだよ。今回は特殊な技が割と怖いことでも倒せそうな感じ。大体で切ったらね、90しか食らわないし。マグロも5個。闇の力を思い知れ。闇の力を思い知れ。オーバーヘッドペンギン。うざくない、まだに使いづらい。デカプニができる。これでいったかな。よいしょ。ほい、オッケー。かけらと両方来た。なんかね、こんな低い技レベルでもスザクがいれば楽ちん楽ちんということで、まあ最後のね、確率アップの時でもやりまくればいいのかな。ほんとこれライダーにしか見えないね。超覚醒オロチゲット。ニョロロン。いいね。オロチ見ていきましょうか。もう泣けなしの。横取り Y ポイントアップ。横取り時の攻撃ヒットポイントアップ。使うたびダメージアップ。ん、まだ見ぬ強敵との戦いを望み風任せに旅を続けるオロチ。大蛇の力を秘めたバイクを乗り、バイクを世界中を巡っているのだが、実は極度の方向音痴らしい。サイズ4以上のデカプニを消すと技ゲージがアップする。ライダーキックだ、本当だ。本当だ、ライダーキックだね。はい。じゃあ早速、レベル低いですけど、ドリームマッチいきますかね。あ、これ違うか。このドリームマッチどれだ？あ、まだ進んでねえ。はい、じゃあ。ドリームマッチいきましょう。いいね、 Y ポイント500もらえる。コンティニューしないでくれよか。オロチね、ライダーなんとかつってる。まあジバですね。オロチに目覚めましょう。倒しましたね。ライダーキック炸裂。ちょっとハイザキだね。ハイザキと一緒だよね。なんか今回のステージ全体的に優しめだね。よいしょ。
という感じですかね。おお、こっちも分取りできる。おお、ありがてえ。ドリームマッチはあとは切り裂きジョーカー、稲荷もあるんだね。多分今回はジバニャンとミッチーだけど、ケイスケを選ばなければジュニアが出てくるんだろうね。はい。でマッチ3個で腕のパーツか。なるほどね。はい、じゃあ最後に G シャドウサイドコイン G 行ってきましょう。どうでしょう。赤か。お金。おお、コマさんライト。今度アニメでね、コマジローが出るけど。やったー。っていう感じですかね。はい。じゃあこんなとこですかね。はい。じゃあ今回は、スザクを使ってみて、超覚醒オロチライトですね。のゲット動画でした。はい。じゃあどうもご視聴、最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。次は時計かな。